20日未明、名古屋市東区の住宅で高級車のレク、スエル X が奪われました。持ち主が、犯行に気づき、とにしがみつきましたが、車は振り落として逃げ、しました。20日午前2時過ぎ、名古屋市東区の管制、住宅街に現れた一台の白い乗用車。不審な男が、から降りると、住宅のガレージに近づき中、覗き込みます。そして、入り口から侵入。 その後、再、車に戻ると、今度は、外から、ガレージの扉を開け、ます。車の前にしゃがみ込み、不審な動きをし、かと思うと突然、走って、運転席側に回り込み、を発進。狙われたのは高級車、レクサス LX です。ものに気づいた車の持ち主の男性が、ドアにしがつきますが、そのまま男性を振り落として逃げ、しました。 男性は両膝に軽い怪我をしまし、警察によりますと、レクサスを奪ったのは黒、ニット帽をかぶった男。また犯行に使われた乗り、車は白のプリウスで、別の男が運転していた、いうことです。警察は、強盗致傷事件として、二人、行方を追っています。<music>